写真拡大 DNA4-2 西武オープン戦横浜スターターのフェルナンド・ロメロと坂本裕也が8日本拠地で行われた西武とのオープン戦で見事なピッチングを披露。開幕ローテーション入りへ前進した。先発したロメロは初回、先頭の鈴木翔平に対し得意のツーシームを4球続けてボールとなり四球で出塁を許すと、続く源田壮亮にも同様に四球と一人相撲。それでもクレネンニワの飛球を左翼手上里和樹がスライディングキャッチするなどバックが盛り立て、山川穂高を力のあるツーシームで見頃併殺打に打ち取りピンチを脱出した。2回以降はカットボール、スライダー、チェンジアップも織り交ぜるピッチングですっかり立ち直り、失点は山川穂高に許したソロホームランによる1点のみ。グラウンドボーラーの持ち味を発揮する投球内容で、4回を68球、被安打2、奪三振6、四死球3、失点1でまとめた。5回からマウンドに登った2番手の坂本裕也は、イニング先頭の牧野翔也をスライダーで泳がにゴロに打ち取ると、高木渉には初球のストレートで押し込みテンポよくアウト2つを奪取。西無双者から鈴木を四球で歩かせ、源田に右翼フェンス直撃の鋭い当たりを打たれたが、右翼手細川誠也と中継の二塁手茅野直人が見事な連携プレーを。6回には山川に安打を許すも、平沼翔太と栗山拓実を共にカットボールで1ゴロに打ち取り、2回を30球、被安打2、奪三振1、四死球1、失点0と好投。オープン戦の連続無失点記録を7イニングに更新した。ファンの前で大目標、日本一掲げる。今シーズン初のお立ち台に登った坂本は、ヒットを打たれながら、フォアボールでランナー出してしまいながらだったんですけど、守備にも助けられて無失点で抑えられてよかったですと、ほっとした表情で第一声。コーチから、とにかくゾーンで強い球で勝負していこうということでアドバイスいただいて、去年までと比べてしっかり自分の中でできていると思うと手応えも口にし、シーズン入ってもそういうピッチングができるように頑張っていきたいと思いますと力を込めた。過去2年は故障の影響でシーズンを完走できておらず、3年目となる今季は本格ブレイクが期待される左腕。一年通してチームの日本一に貢献できるように頑張っていきたいと思いますと、大きな目標をファンの前で掲げた。指揮官の評価は、試合後、三浦大輔監督はロメロについて、立ち上がりちょっとフォアボール2つとアジャストするのに時間かかりましたけど、その後はしっかりとロメロらしい投球ができていましたし、順調に調整できてるなと思いましたと合格点を与え、坂本に対しても、ボールのキレも良かったですし、去年よりまたレベルアップした投球ができているなと思いますと高評価。また、これまで投球の際に帽子を振り落としていた坂本が、この日は30球を投じて一度も帽子を落とさなかったことについても言及し、帽子をワンサイズ小さくして、帽子も落とさなかったし、ピッチングもボールも良かったと目を細めた。今週中に固めたいとしていた開幕ローテーション入りについては考えてますと明言を避けたが、昨日好投した大貫慎一とともに一歩前進したことだけは間違いない。